こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではおじさんに見える NG コーデ5000というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕は日頃からですね、いろんな大人の男性のファッションを観察してるわけですが、そうするとですね、結構ここが惜しいなとか、こういったところを変えればいいなというところにですね、気づくわけですね。そしてその中で結構ですね、NG コーデにも共通点があって、今回ご紹介する5パターンですね、これに該当する方が多いかなと思いますので、今回は皆さんにですね、イラストを使いながら分かりやすく解説をしていきたいなと思っています。そして NG コーデをどう変えれば良いコーディネートになるのか、このあたりもですね、少し皆さんにヒントがお伝えできればなと思ってますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に NG コーデをイラスト付きで皆さんに解説をしたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、こちらの写真のようなアメカジおじさんコーデというものですね。これも結構いるんですね。まあ僕たちのような30代後半から40代以降の男性って結構アメカジが好きで、このような着こなしをしている方は少なくないんですね。代表的なところで言うと、こういったちょっとミリタリーライクなブルゾンですね。まあ最近トレンドになっていて、これ自体が NG というわけではないんですが、こういったものを着て、そしてその内側にはですね、アメカジっぽい寝るシャツですね。これも単体で見たらトレンドアイテムになることもあったりするので、NG というわけではないんですが、この2つが組み合わさって、下のボトムスもですね、デニムですね。デニムだとかベージュのチノパンだとか、こういったアメカジ寄りのアイテムで全てがまとまってしまうと、どうしてもですね、カジュアルに見えすぎてしまって、なかなかですね、大人世代だと、ちょっとくたびれて見えたりだとか、あまり今っぽく見えない可能性が高いので、ちょっとこの着こなしは変化をつけた方がいいんじゃないかなと思っています。例えば内側に着ているチェックの寝るシャツをストライプ柄にしてみるだとか、あとはですね、その上に羽織っているミリタリーっぽいアウターですね。こちらをですね、オリーブを選んでしまうと、どうしてもですね、軍物っぽい感じが強くなってしまうので、あえて色合いをブラックにしてみるだとか、そういった形で色を変えてみるのも方法の一つかなと思っています。あとはボトムスですね。ブルー系のデニムだとか、チノパンっていうのは、まさにアメカジっぽさがですね、全開になってしまうので、こういったものをですね、ブラック系のイージースラックスにしてみるだとか、グレー系のパンツでもいいかなと思うので、ちょっとアメカジ感というところをですね、抑えてあげるとバランスが取りやすいのかなと思っています。それぞれのアイテム自体が NG というわけではないんですね。それらが組み合わさった時にアメカジ感が強すぎるということが問題なので、このあたりはですね、アイテムのチョイスを変えながら、アメカジのさじ加減をですね、ちょっと変えていただけるとバランスがいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて2つ目の NG コーデなんですけども、こちらのイラストのような、いわゆるですね、決めすぎおじさんと僕は呼んでいるんですが、これもですね、結構難しくて、多くの男性のファッションでよく見かけるものなんですね。おしゃれにはそれなりに気を使っているので、いろんな服を買ったりだとか、トレンド感とかもある程度は意識をしてるんですが、結果的にいろんなものを盛り込みすぎてしまって、ちょっとこうチャラく見えたりだとか、年齢と合わないギャップができてしまったりだとか、こういった着こなしって結構多かったりするので、皆さんもですね、一つ注意をしていただくといいのかなと思っています。この着こなしにおいて、まずポイントになるのがですね、ボトムスですね。こちらで履いてるのは、いわゆるスキニーフィットと呼ばれるような、ピチピチに細いデニムで、なおかつですね、ダメージの入ってるものなんですね。まずはこういったサイズ感のデニムというのが、今のトレンドとはちょっと合わないんですね。今はちょっとキザに見えるようなファッションよりは、より自然体で、少しサイズ感に関しても緩さがあるものがトレンドになってきてますので、この中で極端に細くて、足のラインが見えてしまうようなボトムスというのは、ちょっとこうキザに見えすぎるかなと思っています。あとはダメージの入ったデニムというのも、旬な時期とそうじゃない時期があって、今はあまり旬ではないんですね。どうしても大人の男性がこういったダメージデニムを履いてしまうと、清潔感みたいなところも漂わないので、なかなかこのようなボトムスは難しいんじゃないのかなと思っています。そしてトップスを見ていただきたいんですが、白の V ネック T シャツですね。これまた今はあまり旬ではないアイテムになっていまして、先ほどもお伝えした通り、今はキザな着こなしよりもちょっと自然体で、どちらかというと、肌の露出みたいなものは抑えた方が僕はですね、バランスのいいトレンド感なのかなと思っています。まあトレンドというよりはですね、時代の雰囲気というものがあって、今はあまり格好つけすぎるような着こなしというのは流行らないんですね。ですので、V ネックの T シャツで肌を露出するのはちょっと避けておいた方がいいかなと思います。そしてその上にはですね、ネックレスをしているわけなんですが、
これまたですね、なかなか難しくて、キザに見えてしまうと結構女性からの評判が悪かったりするんですね。それよりはもうちょっと自然体の方がいいので、ネックレスみたいなものは僕はしない方がより印象がいいんじゃないかなと思っています。その他に決め継ぎファッションでよく使われるアイテムなんですが、例えばハットですね。これもちょっとキザに見えるので、今はなかなか難しいかなというアイテムですね。他にはメタル系のちょっとシャープなメガネとかも、これもまたですね、ちょっとこうギラッとした感じがしてしまうので、なかなかですね、難しいかなと思っています。あとはバッグだとクラッチバッグですね。僕も数年前までは好きでよく使っていたんですが、どうしてもこのバッグもキザに見えたりだとか、ちょっとこう金融系の人の香りがしたりするので、なかなかですね、第三者から見た時の印象があんまり良くないんですね。ですので、こういったバッグではない方が僕はいいかなと思ってまして、じゃあどのような形に変えてあげればいいかと言いますと、例えば T シャツに関しては無地の白なんだけども、首元は丸首にしてあげるだとか、あとはボトムスに関してはデニムもいいんですけども、なるべくクリーンに見えるようなテーパード型ですね。足には適度にフィットしてるんだけども、ビタビタすぎないようなフィット感が良いかなと思います。色合いに関しても明るいような色落ちの激しいものではなくて、色がなるべく濃いようなリジットデニムに近いようなものの方が大人の男性には似合いやすいかなと思うので、こういったものに変えてあげて、ネックレスですね、こういったものなんかはしない方がよりバランスがいいかなと思うので、これだけでもですね、だいぶバランスが良くなるかなと思いますし、キザさというものが抜けて清潔感のあるシャープな着こなしになるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて3つ目の NG コーデなんですが、こちらのイラストのようなスポーティーおじさんコーデですね。これまたよく見かけるんですが、よく運動する方だとか、なるべく服は機能的なものがいいという方は、割とですね、このような結構スポーティーな着こなしにまとまっている方が少なくないんですね。もちろんですね、ファッションの一つのジャンルとして、スポーツミックスみたいな着こなしは大ありなので、決して NG ではないんですが、かといって全身がカジュアルなスポーティーなアイテムだと、これまたですね、私服としてはちょっとバランスが取りづらいかなというふうに思っています。代表的なアイテムとしては、まずはですね、ダウンジャケットですね。ダウンも結構様々なカラーがあるんですが、結構スポーティーに振ってしまう人がグリーンだとかレッドだとか、ちょっと色が鮮やかなダウンを着がちなんですね。これがなかなか難しくて、ダウンというアイテム自体がめちゃくちゃカジュアルな形状なので、それに対して色まで遊んでしまうとどうしてもシャープに見えないので、もしダウンを着るのであれば、色はですね、ブラック、ネイビー、ダークグレーのような単色にするのがまずは鉄板かなと思います。特にスポーティーな着こなしでまとめたい場合は、なるべく色はですね、モノトーンなんかで抑えた方がバランスがいいかなと思うので、ダウンの色合いというところは注意をした方がいいのかなと思っています。そしてボトムスですね。結構これもやりがちなんですが、サイズ感めちゃくちゃタイトでピタピタのですね、ジョガーパンツみたいなものですね。裾がリブになってキュッとしているようなパンツをですね、合わせている方も少なくないんですが、これはこれで NG アイテムというわけではないんですが、全身がスポーティーになりすぎてしまうとなかなかバランスが取りづらいので、綺麗めな着こなしの中で外しとしてこういったパンツを使うのはいいかなと思うんですが、全身でまとまってしまうとややカジュアルかなと思うので、注意していただくと良いかなと思っています。そしてあとはスニーカーですね。これまた NG アイテムではないと思うんですが、結構スポーティーな着こなしの方にやりがちなのは、蛍光色のスニーカーとか、結構スニーカー自体に特徴があるようなガチのスポーツスニーカーを履いている方が少なくないんですが、これは大人の休日着としてはちょっとカジュアルすぎるかなと思うので、僕が動画の中でよく解説をしているような白だとかブラックのレザースニーカーですね、なるべくシンプルなものを合わせていただくとバランスが取りやすいのかなと思っています。こちらの着こなしに変化を加えるのであれば、まずはダウンの色をブラックだとかネイビーだとか濃い色にすること、そしてボトムスに関してはこういったタイトなですね、アンクル丈のものではなくて、程よく足にフィットしたようなテーパード型のイージースラックスですね、このあたりが使いやすいかなと思っています。同じグレーだったらユニクロのスマートアンクルパンツのグレーとか、そのあたりを合わせてもらうと、ダウンはカジュアルなんだけど、ボトムスは少し切れ目というところでバランスが取りやすいかなと思うので、ぜひお試しいただければなと思っています。はい、続いて4点目のコーディネートなんですが、こちらのイラストのような学生ファッションおじさんというようなものですね。これも結構多かったりするんですね。僕らの世代がよく学生時代に着ていたようなアイテムを未だに着ているとどうしてもですね、今の年齢とのギャップがあって、あまりハマりが良くないんですね。具体的なアイテムで言うと、まずは斜め掛けのバッグですね。これを持っている大人の男性は非常に多いんですが、なかなかですね、素敵に見えづらいですね。バッグの中でもカジュアルに近くて、便利は便利なんだけども、どうしても子供っぽく見えてしまったり、その結果反動ですごいおじさんっぽく見えたりすることがあるので、このようなショルダーバッグはなかなか難しいので、もし持つのだったら、
ノースフェイスだとか、アークテイクスだとか、ある程度デザインがシンプルで旬なアウトドアブランドのもの、こういったものを持っていただくと、まだバランスが取りやすいかなと思っています。そして内側に着ている T シャツですね。よくあるようなプリント T シャツ、これもですね、なかなか難しくて、もちろん選べばいいものもあったりするんですが、それを選ぶのってなかなかの無理ゲーなので、プリント T シャツというのはまずは選ばない方がいいのかなと思っています。そしてその上に重ねているのがチェックシャツですね。これ先ほども出てきましたが、チェック柄のシャツってめちゃくちゃ難易度が高いんですね。とりあえず着てしまうとすごくダサくおじさんっぽく見えてしまうので、こういったものはですね、大人の男性はなるべく避けた方がいいかなと思います。無地のシャツなのか、もしくは僕が今着てるようなストライプ柄なのか、こういったものだったらバランスが取りやすいので、優先して選んだ方がいいんじゃないのかなというふうに思っています。そしてボトムスですね。これまたデニムだとか、チノパンだとか、僕ら世代だとずっと昔から履いているようなボトムスなんですが、これまたすごくですね、カジュアルに見えやすいので、もしデニムにするんだったら、色はなるべく落ちてないような、リジットの細身のデニムにしてもらうだとか、もしくは何度も出てきて恐縮なんですが、スマートアンクルパンツのような、なるべくプレーンに見えるようなブラック系のパンツの方が収まりがいいかなと思うので、そういったところを注意していただければなと思っています。この着こなしもどれもですね、アイテムとしてはカジュアルすぎるんですね。ですので、綺麗めなアイテムを交えてあげることが、大人の男性にはとても大事なんですね。僕の以前の動画で、カジュアルと綺麗めのバランスを取るというですね、最もオーソドックスなコーディネートの理論をお伝えしたものがあるので、そういったものを参考にしていただくと、すごくわかりやすいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目のコーディネートなんですが、こちらのイラストのようなブランド好きおじさんコーデというものですね。これまたですね、結構よく街で見かけるんですが、このコーディネートというのは先ほど解説したようなやりすぎファッションと結構同じ部類かなと思ってまして、それなりにファッションには気をつけているし、お金も投資をしてるんですね。でも結果的に全身のコーディネートを見た時にあまりバランスが良くなくて、第三者から見た時の印象があまり良くないということが少なくないんですね。代表的なところで言うと、まずはダウンですね。このダウンも結構今は有名なブランドたくさんありますよね。あえて名前は挙げませんが、すごくですね、高いようなブランド、そしてロゴがドーンと出てるものって、やっぱりインパクトがあって、所有欲みたいなものが満たされるので、着ていてすごくですね、ワクワクするんですね。僕もそういったダウン好きで今まで買ってきたんですが、あまりにもですね、ブランドのロゴが大きすぎたりだとか、あとはですね、昔に買ったものをですね、何年も着て着倒したようなブランドもののダウン、こういったものはですね、あまり品がよく見えないので、それだったら今年売ってるようなセレクトショップのオリジナルのダウンだとか、なんだったらユニクロのコラボレーションダウンだとか、そういったものがかえって印象が良かったりするので、ブランドロゴにあまり頼りすぎるというのはちょっと危険なのかなと思っています。物自体が悪いわけではなくて、それに頼りすぎてしまうというところが、ちょっと NG なポイントかなと思っています。そしてベルトのバックルですね。これまたですね、たまに見かけるんですが、ブランドのロゴがドーンと出たようなものっていうのは、あまり品が見えないし、自分はやっぱりこう所有欲を満たせたりだとか、ブランドの世界観を楽しめて満足度は高いんですが、どうしても自己満になってしまう可能性が高くて、結構他人から見た時にはそれが悪目立ちてしまうことが少なくないので、ちょっと注意が必要なのかなというふうに思っています。そしてスニーカーですね。これまた最近流行りで、様々なブランドとのコラボレーションだとか、ちょっとボリューミーで主張が強いスニーカーも少なくないんですが、こういったものもですね、やっぱり自己満足性が高くて、他人から見た時にちょっとそれが理解できなくて、やりすぎ感が出てしまうことが少なくないので、もしブランドもののスニーカーが欲しいという場合であっても、ブランドロゴがそこまで主張がなくて、シンプルなデザインのものであれば僕は使いやすいかなと思っています。例えばサンローランのスニーカーのようにブランドのロゴは一応入ってるんですが控えめでデザイン的にはすごくシンプルなものだとか、こういったものであれば嫌味なく所有欲みたいなものも結構満たされるので、ブランドロゴというものにあまり頼りすぎずに品がいいところで抑えておくということが非常に大切かなと思っています。もちろんファッションというものには正解はないので、自己満足というところを優先するのであれば決して NG というわけではないんですが、第三者から見た時にはあまり素敵には見えづらいというところは頭の片隅に置いていただけるといいのかなと思っています。はい、ということで今回の動画では大人の NG コーデベスト5ということで、
具体的にイラストを使いながら皆さんに解説をさせていただきました。まあ、こんな形で生意気にいろいろとお話ししている僕自身ですが、まあ、この中でも何個かですね、僕自身もこれまでにやって失敗したものあります。ですので誰もがこういったファッションの失敗ってあったりするんですね。なかなか自分のファッションって客観的に見ることができないので、今回の動画を参考しながら、これは当てはまるなとか、これはちょっと危険だなというところを改めて自覚しながら、今後のファッションを見直す一つのきっかけにしていただければなと思っています。例えば僕の場合だと結構2番のですね、決めすぎだとか、あとはブランドに頼りすぎたりだとか、こういったところって失敗するとどうしても起こりがちなんですね。ですからたまにはこういった内容をやりながら、自分自身も大きく反省しながら、これからのファッションを考え直していきたいなというふうに思っています。これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってますので、まだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。